第一直しは、少子少をしそとし、7代63年間から1469年、続いた琉球最初の統一王朝を作り上げた王家、及びその姓の通称を。正式には、直しだが、第二直しと区別するために、一般には、第一直しと呼ばれる。1 4百6年、佐敷木のアジであった、昭波氏は、中山王船を攻め滅ぼし、父、 小子将を中山王位につける。これが第一直しの始まりである。第一直しは1416年、小子将在位中に北山王国を二代、昭和子速以後の1429年に南無山王国を滅ぼし、沖縄本島を初めて統一して、滅亡までに先島諸島を除く沖縄諸島や奄美群島を制圧した。五代、 小金福王の時代に首里と那覇を結ぶ、長皇帝を築造。六代、小安久王の時代に、五三る、天割の乱が起きた。七代、久の利王の時に、金丸の即位により王朝は滅亡した。なお、死臭や家父には記載はないが、明氏、孫氏、武氏、宗氏等、いくつかの都中では、第一直し公営との伝承がある。 中山よ布には、昭波氏が、民より、なお生を賜ったとあるが、明日録には、そのような記載はない。旧日には、民の戦徳三角が作法し、芝山を使わし、1430年、なお生を与えたとあるが、明日録にはそれより15年前の1415年より、昭波氏と名乗っていた事実が記載されており矛盾している。おもろさ牛には、佐八人、 下し沙八等の人名が記載されており、15世紀当時、沙八という同盟が琉球にあったと見え、それゆえ、昭波も単に沙八という同盟の当て字であり、それが後世になって生命のように誤解されたのではないかとする説もある。第一直しは、佐敷ア味のでであるが、そのもとを直しに求める説が存在する。これは、たもので、 日後国八代を拠点にしていた縄氏の一部が沖縄佐式に渡り大事な推しになったのではないかとする説である。現在ではあまり信じられていない。縄氏は元来放棄の出であるが、兼務の申請の際、恩賞として日後国八代の賞の自投職を賜る。南北長期南朝方に属していた縄氏は北朝方に圧迫され、政政府を頼りに、 九州へ下校し八代に拠点を構える。縄市はこの地で日朝交易に携わるなど水軍としても活発に活動している。折口説によるとこの縄市の一部が沖縄本島に渡り東南海岸の大和版田に拠点を構え、八代近くの日後佐敷にちなんで佐敷と名付け第一直しになったのではないかと推測している。また、日後から 沖縄本島に渡ってきたのは、少師匠の父、鮫川大主ではないか。少師匠は、縄城大屋とも称したがこの苗は、縄に通じ台は、八代に通じる、少師匠についても、昭は老民国が合気したものであり、本来は、をおもろと読むべきものであった、としているが、現在も、推測の意見を出ていない。さらに、おもろさ牛うし第14から46に、運転に、 大和八代の戦が上陸し、勝利を収めたことが記されている。伊波浮遊は、琉球史料総書3の中で、この歌は、源のためともの上陸や島津市の琉球信仰を表したものではなく、室町中期以後に、落ち武者や和光などの泣き人半島に上陸したことを語る一史料と位置づけている。折口は、この山と八代の軍勢に着目し、これは、 日後八代に縁のある昭橋の軍勢のことで昭橋の北山征伐を歌ったものだと民族学的に推察されている。一方で折口説に対し東女漢順、かでな胸のりらから反論がなされている。それによると名実録には師匠の名は中山を師匠としか記載されておらず、師匠の生前、小師匠と唱えた例がない。師匠に 尚政を,を冠したのは、中山予感からのことで、尚政は民から賜わったものではなく、橋以後に自ら名乗ったものであり、小師匠を名わしろとするおりくは当たらないとしている。また、自ら名を、中国風の一字のし、なおに改めたとする説もあり、民族学的な推測の余地を出ないため、考古学的な確証を得ていないことが、問題視されている。谷川健一。 蘇る会場の道、日本と琉球 ISBN978 から4から16から66万560から6参照、ありがとうございます。